痛いよ。小6の夏休みに同い年のいとこの家に遊びに行った時の話なんだけど、そのいとこの家からチャリで20分くらいのとこに遊園地があってさ、おじさんに連れてけってせがんだら、もう小6だし安心だろってことでお金くれて、子供2人だけでその遊園地行かせてくれたんだ。ジェットコースターとか宇宙船みたいのがぐるぐる回るのとか一通り遊んだ後、いとこがお化け屋敷入りたいって言うんだよ。ガキの頃から怖いのが苦手で正直乗り気じゃなかったんだけど、怖がってるとか彼女に思われるのが嫌で意を決して中に入ったんだ。でさ、こういう遊園地のお化け屋敷ってバイトの人がお化けの格好をして客を脅かすじゃない。そこもそうだったんだけど、井戸からお岩さんが出てくるのとか白いシーツみたいのかぶったやつとかしかいなくてさ、なんだ大したことねえなぁとか思って内心ほっとしていたところで、痛いよ痛いよってうめき声が聞こえてきたんだ。痛いよって声は聞こえるんだけど、さっきまで結構出てきたお化けが全然出てこなくなって、彼女となんか変だねって言ってたら急に一人出てきたんだ。そいつ今までのと雰囲気が違って、病院の患者着を着てて、頭は白髪、手には血のついた包丁を持ってて、なんかブツブツ言ってるんだけどよく聞き取れない。で、何言ってるのかよく耳を澄ませてみると、殺す殺すって言ってるんだよ。俺は嫌な予感がしていとこの手を握って、そいつからなるべく距離を取るようにして出口に向かって走った。出口まで結構距離はあったんだけど、そこからお化けは一人も出なかった。外に出てみるとお化け屋敷が、入るときは閑散としていたのに全然様子が違うんだ。建物を取り巻くようにして大勢の人がこっち見ててさ、警察がいて、やじ馬に建物から離れるよう指示出してた。何があったのか警察の人に尋ねたら、近所の精神病院から脱走した患者がここのお化け屋敷の建物に逃げ込んで、中にいた遊園地の職員が刺されたんだって。逃げた患者っていうのは中で会ったやつで、痛いよって声は刺された職員のだった。結局犯人は捕まったんだけど、刺された人はそのまま出血多量で死んじゃったらしい。あの時聞いた痛いよってうめき声は今でも耳から離れない。付き合ってた先輩、昔の話だけど、大学のサークルの先輩と付き合ってた。おとなしくてあまり人付き合いもないけど、とても優しくて真面目な人。お父さんが乱暴でだらしない人だったから、結婚するなら先輩みたいな人がいいと思ってた。
だから先輩が就職決まった時に君のことを家族に紹介したいって言われた時は嬉しかった。実家に入ったら玄関先でとても上等なスーツを着たお母さんと思われる年配の女の人と妹と思われるブレザーを着た若い女の子が正座してひれ伏してた。異様な雰囲気に私が引いてると先輩はいきなりお母さんの脇腹に蹴りを入れて、なんで迎えに来なかったんだと鬼のような形相で怒鳴りつける。そしてひれ伏したまま動かないお母さんと妹を蹴りまくってから、先輩は私の方を見て、ごめんね、ちゃんと注意しといたからって笑顔。時間は平日の午後、お母さんは女手一つで先輩を育てたキャリアウーマンで、妹は高校生って聞いてたから、普通は迎えに来るどころか家にいることも無理。でも先輩の剣幕が怖くて何も言えなかった。それから食事したけど、ちょっとしたことですぐにお母さんや妹を怒鳴りつけたり、物を投げつけたり、パンチや蹴りが飛んだりするのを見て生きた心地がしなかった。特に料理に口をつけてから、いきなりお母さんや妹に投げつけて作り直させるのを何度も繰り返させてたのにはドン引きした。その後で私の方を見て笑って、困ったような笑顔でいちいち謝るのがさらに怖かった。一週間滞在したけど地獄だったよ。家にいる時も外に行く時もずっと先輩と一緒だったけど、お母さんと妹が何かするたびに暴力暴言だから、いつそれが自分に向かうか気が気でなくて完全に思考停止してた。家族といない時はいつものように優しかったから余計怖かった。帰ってからも付き合ってたよ。あの暴力と暴言の嵐を見ただけで心が折れちゃって、距離を置くとか逃げるとか考えられなかった。先輩が就職して目の前からいなくなってからようやく正気に戻って、住所も電話番号も変えて連絡立った。バイトも辞めた。実家にも話を通して先輩が何してきても連絡先を教えないように頼んだ。サークルでは先輩は空気だったから、別れたからあの人の話はしないで、会いたくないと言ったらみんな信じてくれて、先輩に連絡先や私の情報を教えないように手を回した。実家に何回か先輩から電話あったけど、親が教えないって言ったらすぐ引き下がったし、私を探しに突してくることもなかったよ。先輩が家族以外には推しがとても弱くて、行動力も全くなかったのが幸いだった。白いかけら。子供の頃、かくれんぼをしていました。住宅や雑居ビルが入り組んだ地帯に住んでいたので、隠れる場所などいくらでもありました。特にビルとビルの隙間は見つかりにくく、私はよくそこに隠れていました。もちろんただ間に入るのではなく、そこに捨ててある段ボールなどをかぶって
より見つからないようにするのです。その日も5人ほどで同じ遊びをしていました。私はいつもの場所とは違う、もう一つ裏の方面にあるビルとビルの間に隠れることにしました。そのビル間は1メートルくらい空いていましたが、段ボールなど何もなかったため、どうしようかなとうろうろしていました。そのうち、白い消しゴムのかけらのようなものが落ちていることに気づいたのです。私は興味を持って近づきました。いな、白い消しゴムではなく、人間の歯でした。ゲッと思って捨てると、頭の上に、と何か落ちてきました。うち1個か2個か背中に入りました。なんだよと見ると、やっぱり全部人間の歯。そして上を見ると、太陽のまぶしい光の間に黒い人影。一瞬ブルッと体が震えた後、全速力で逃げました。もちろんかくれんぼの鬼には見つかってしまいましたが、どうでもよかったです。安堵のため息をついて、何気なく指を見ると、真っ赤な血がついていました。どうやら、私がいるときにリアルタイムで抜いていたようです。全くもって意味不明の体験でした。ジェニー。昔父親に愛人がいた。数年後母にバレて別れることになったのだが、それが原因でその愛人さんがちょっと精神的に不安定になり、私や私の姉たちの通学路に立っておかしな言動をするようになった。姉たちは彼女を最初から徹底して無視していたのだが、私はなんだかかわいそうだったので、当たり障りのない答えをしていたら、何々ちゃんだけはいい子なのね、と私にジェニー人形をくれるようになり、おもちゃも服もすべてお下がりオンリーだった末っ子の私には、古いリカちゃんではない真新しいジェニーがとても嬉しく、内緒で受け取って親に隠していた。でも愛人さんは頭おかしいものだから、こちらの都合も考えずに、尋常じゃない数、一度にジェニーハウス、ヘアサロン、ジェニー7体等を通学路で押し付けてくるようになり、さすがに怖くなって彼女を避けるようになった。彼女の姿を見かけなくなったので、通学路を元に戻したある日の朝、以前の焦ったような雰囲気ではなく、至って冷静で表情の薄い彼女に遭遇。つばの大きな帽子をかぶり、ボストンバッグ2つとおもちゃの箱を抱えていた。遠くに行かなくちゃならなくなったので、お別れに受け取ってと、当時は見たことがなかった黒髪のロングヘアのジェニーをくれた。早速学校に行き、その珍しい黒髪のジェニーをみんなに自慢して有頂天になっていたら、
男子の一人が奪って箱からむしり出し首を引っこ抜いてしまった。女子数人がジェニーを男子から取り返してくれた。そのジェニーの顎下からは黒い人の髪がボーボーはみ出てた。気の強い女子の一人が毛束をつまんだら、最初に固く丸めた毛の塊がポコンと出て、次にゾロゾロゾロととても長い毛が出てきて、頭皮から毛束が連動してゾロ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 と抜けた。血のついた毛根がついた切り紙ではなく抜いた紙だった。囲んでそれを見つめていた一同、恐ろしくてめちゃくちゃに叫んだ。気持ち悪くて怖くて、私もみんなもいたずらした男子も泣き出してしまい、次の授業が潰れるほどの大騒ぎになった。その日の学級会で、何々さんが通学路で知らない女の人からもらった人形に人の毛が詰まっていて怖かった件について話し合い、知らない人から物をもらわない、変質者には気をつける、で話がついた。先生にも母にも父にも、その変質者イコール父の元愛人とは言えなかった。いまだにジェニー、特に黒い髪のジェニーは、まともに見ることもできない。お姫様。小学校低学年の時の話。幼なじみの A ちゃんとよく遊んでいた。ある日、いつものように近くの神社で遊んでいると、A ちゃんが突然、内緒なんだけど、〇〇ちゃんだけに言うね。うち引っ越すことになったから、学校ももう行けないし、〇〇ちゃんとも遊べないんだって。何々市のおじさんが持ってる家に暮らすの。おじさんお金持ちだから、綺麗なお家がいっぱいあってね。お姫様ドレスもいっぱいあるから、毎日違うのを着れるの。ケーキもお菓子も、好きなだけ食べていいんだよ。でも、まるまるちゃんはいけないんだって。お父さんが誰にも言っちゃダメって言ってたから、絶対言わないでね。と、だいたいこんな感じのことを言った。A ちゃんと離れてしまう寂しさよりも、私は嫉妬でいっぱいだったと思う。ドレスとか、ケーキとか、綺麗なお家とか、うちは貧乏ではなかったけど、そんなお姫様な生活はおとき話の世界だったから、のけものにされたのも悔しかった。次の日から A ちゃんはいなくなってて、でもクラスの子も誰も引っ越したとか知らなかったようで、学校でも近所でも、なぜいなくなったのか、しばらくは騒いでいたように思う。私はなんか怖くて、誰にも A ちゃんの言ってたことを言えずにいた。ちょっと日が空いて、他の子と神社で遊んでいた時、知らないおじさんが寄ってきた。おじさんはすごく優しげで、私に大きな紙箱に入ったお菓子を渡して、
A ちゃんはどこに行くって言ってた？なんか聞いたか？と言った。私はあっさりと A ちゃんから聞いたことを全部話してしまった。ずっとつっかえていたものが取れてめちゃくちゃ楽になった気分だった。お菓子は食べずに置いてきた。それからずいぶん時間が経ってからだと思うけど、両親が夜、大人だけの話的な感じで話し合っているのを聞いた。A ちゃんのお父さんが海に沈められているのが発見されたとかいうもので、両親の大人の話だから難しくて、近所でみんな心配していたのに、やっぱり家族がかわいそうにの言葉しか覚えてない。犯人は捕まったのかとか、あの時のおじさんが関わっているのかとか、A ちゃんのお父さんが何をやったのかとかは何も知らない。自分の一言が多分この事件の引き金になっているんだと、随分大きくなってから気づいた。私は加害者なんだと思うと眠れない日もあった。今はなぜか吹っ切れて、ただ記憶になっているだけ。誰にも言えないけど、A ちゃんとはもちろん会っていない。どうしているのかも知らない。彼女は私が原因だと思っているだろうな。それが唯一、私の中に黒く溜まったままです。つきまとう女。俺の友達の T の話。 T は中学の頃の友達で、上京してから偶然会ってまた親しく付き合うようになった。その T から彼女ができたと聞いた。彼女が ATM にバッグを置き忘れたのを T が追いかけて渡したのがきっかけだという。一回だけ会ったことがあるが、あからさまな整形女だった。マネキンのような顔で、モデルのように細い体に不釣り合いなほど大きい胸。 T の好みと全く違う女だった。一ヶ月ほど経って T が彼女と別れたいと言ってきた。近くで見ると目とかめちゃくちゃ怖いし、胸も超不自然で触るのも怖いんだよって。そんなことを初めから分かってたことなのにな。まあ一見すると超冗談だから、ちょっと盲目になってたんだと思う。結局1ヶ月後くらいに別れたんだけど、彼女の方が T にぞっこんでかなりつきまとわれたらしい。それから半年後、 T が突然俺のアパートに押しかけてきた。しばらく俺のアパートに泊めてほしいという。とりあえず事情を聞くと、あの彼女が T のマンションの屋上から飛び降りたのだという。自殺だが、元交際相手でそのマンションに住んでいる T は警察から事情を聞かれることになった。その警察から聞かされて知ったことだが、実は彼女は偽名を使っていた。本名は MS。 俺はすぐにピンときた。
T もすぐに分かったという。 S は中学の同級生で、 T に至っては小学校も同じだった。地味で太っていてニキビ面、当時の面影が全くない。何もかもが違う。当時から S は T のことが好きだった。 T も何回告白されたか覚えていないぐらい告白されたと思う。あの S が全身を整形して偽名を使い T の前に現れた。バッグを置き忘れたのも計算してのことだろう。凄まじい執念だな。あいつ絶対出てくるよ、絶対出てくる。頼むからしばらく止めてくれ。 T はかなり怯えていたので一週間だけ止めてやった。その後 T はどこかに引っ越してしまい、携帯も解約され連絡が取れなくなった。 T がいなくなって1年ほど経ってから、ある人にばったり会った。あの彼女、 T のマンションの屋上から飛び降りて死んだはずの彼女。彼女は死んでなかった。彼女から話を聞くと、確かに T に振られたが、それからは何の連絡も取っていないという。さすがに整形について聞いてはいないが、まず間違いなく彼女は S ではない。ではどういうことだろう。あいつは誰に付きまとわれていたんだ。誰があいつのマンションから飛び降りたんだ。全部あいつの妄想だったのか。結局何もわからないし、いまだに T とは連絡が取れない。たかしくん、中学3年のたかしくんは名古屋市内の自室で首をつって亡くなった。リーマンショックの余波で世界経済が揺れ続けた2008年12月28日のことだ。亡くなる3日前のクリスマスの朝、親友に電話をかけて聞いた。サンタクロース来た？うん、来たよ。と親友。僕のところにサンタクロースは来なかったよ。そう言って電話を切った。遺書はなかった。先生、サンタっているの？たかしくんはそんな質問をする子供だったと小学6年の時に担任だった幸子先生は言う。何度も聞いてきた。当時は変なことを聞く子だなぁとしか思えなかった。勉強が苦手だけど、もっと漢字を書きたいというたかしくんのために、先生は放課後も時間をとって教えた。たかしくんは卒業してからも先生に会いに来た。別段用事もなく、近くに来たからと言ってはニコニコ笑っていた。幸子先生は長年名古屋市南西部で教えてきた。修学旅行の積立金や教材費などを行政が肩代わりする就学援助を受ける児童が市内でも最も多い、半分に達するクラスもある。たかしくんも
就学援助を受けていた一人だ。母親は糖尿病や脳梗塞など複数の持病を持つ。耳に障害のあるトラック運転手のママ父にとって治療費は重荷だ。たかしくんは4人兄弟の上から2番目。長男のたかしくんは小学生の頃から体の悪い母親に代わり、炊事や洗濯など家事をこなした。小学校の時の夢は、母親の病気を治したいと医者。それが中学卒業後の進路希望は、家事手伝いに変わった。親に歯向かったのはたった一回。なんで僕ばっかりなんだ、と泣いた。死ぬ直前、母親の介護で1ヶ月近く中学校を休んでいる時のことだった。たかしがいないと家が回っていかなかった。頼りすぎていた、と母親は言う。たかしくんがサンタクロースからのプレゼントをもらえたのは小学校の低学年まで。それ以来、クリスマスイブの楽しみは、家族で食べる一人一つずつのショートケーキだった。でも、その年は、ケーキさえ買えなかった。本当にお金がなかったという。経済的に苦しい上に、地域とのつながりもなく、孤立する親と子供たち、そんな家庭が確実に増えていると、幸子先生は感じている。たかしくんは、一人追い詰められ死んでいった。サンタは来なかった、と言い残して。あの子にとっては、サンタが夢や希望の象徴だったんだ。と幸子先生は気がついた。先月初めて先生は貴司君の遺影に線香をあげに行った。先生、サインに気づけなかったよ。遺影は無邪気に微笑んでいた。カメラショップ。俺はカメラショップでバイトしている。ここにはデジカメ画像を印刷できるフォトプリント機も置いてあるから、大体の客はこのフォトプリント機に用があって店に来る。一日に何人も来るから、どういう人が来てるのかはチェックしてない。店員がフォトプリント機をチェックするのは、不具合が出た時か、写真紙を補給する時、あとは閉店時に忘れ物がないか見る時、たまにメモリーカードとか写真が置きっぱなしのことがあるから、そういう時は1年くらい事務所に保管しておいて、持ち主が来ない場合や問い合わせがない場合は、古いものから廃棄している。2週間くらい前に閉店時に忘れ物がないかチェックしたら、写真が10枚くらいごそっと置きっぱなしになっていた。あららと思って回収して見てみたら、リストカットの写真なんだ。髪も長かったし、女の人の腕だと思う。手首だけじゃなくて、上腕、肩のところまで何箇所もカッターで切っていて、切った傷跡の写真とか、切っている最中の写真とか、血まみれの写真ばっかり。顔が写ってないから誰なのかわからないし、いたずらかとも思ったけど、あの傷口は
作り物とは思えなかった。あまりにも気持ち悪くて店長に報告したけど、いたずらの可能性もあるし、これだけでは通報もできないからってことで、とりあえず事務所に保管。と言っても、ほとんど封印みたいに新聞紙にくるんで倉庫に放り込んでおいた。その日の夜から夢というか何というか、眠ってると突然視界が真っ赤になって夜中に飛び起きる状態が続いた。その夢の中で何が見えるわけじゃないんだけど、とにかくすごい怖い。体中がだるくて息苦しいし、冷や汗がだらだら出てくる。そんな状態だから、また眠るどころじゃなくて、ガタガタ震えながら朝を待つという状態だった。そんなことが一週間も続いたから、まともに寝ることができなくなり、睡眠薬のお世話にならないといけないのかなと思って、店長に相談してバイトを休み、医者に行って薬を処方してもらった。そうすると不思議なもので、ちょっと気が楽になるんだ。天気も良かったから、久々に万年床を干してすっきりしようと思って、枕とか毛布とかベランダに干し、最後に敷布団を持ち上げた時に、敷布団の下にあのリストカットの写真があった。写真は一枚、カッターで腕を切っている最中の写真で、血しぶきまで写っている。もちろん俺は写真を持ち帰った覚えなんてない。まして敷布団の下にわざわざ入れるなんてことをするわけがない。全身がブルブル震え出したけど、俺は反射的に写真を破いて燃やした。そうでもしないと、この写真に殺されると思った。その足で店に走って、倉庫に放り込んで、他の写真も全部燃やした。店長は俺を心配してくれたけど、いきなり写真を燃やしたことは、何も言わなかった。店長も気味悪く思ってたんだろう。さっさと燃やせばよかったと言っていた。翌日にバイト辞めて、今は新しいバイトを探してる。アパートも引っ越し準備中だ。なんとか眠れるようにはなったけど、薬のせいなのか写真を燃やしたせいなのかはわからない。あの写真のことは考えないようにしてるけど、時々フラッシュバックみたいに思い出すことがある。でも、いたずらだったのか、誰が何のために、無事でいるのか、なんて、そんなことは知りたくもない。俺は、あの写真のことを早く忘れたいだけなんだ。霊感。眠れないので吐き出す。数年前のことだけど、今でも時々思い出して微妙な気持ちになる話。 A さんという人がいて、仕事中に職場で突然倒れた。心不全だった。救急車を呼んだけど、病院に着いた時には手遅れだったそうだ。 A さんは単身赴任だったが、ずいぶん長くその場所に住んでいたので、亡骸は遠方に住む家族のもとへ運ぶのではなく、家族に来てもらって
お通夜と告別式を行った。お骨は家族のもとに埋葬された。それから1年ほど経って、 A さんが倒れた職場では、 A さんにとてもよく面倒を見てもらっていた B さんという人が仕事を辞めて、家族ともども別の土地で頑張ることになり、ささやかな送別会が行われた。と言っても、お店を借りるのではなく、 A さんが倒れた職場内で、就業後に机を並べ、お酒とつまみを持ち込む形式で、私は B さんに公私ともにとてもお世話になっていたので、二つ返事で参加した。 B さんの送別会には、過去に一緒に働いていた人や取引先の人もたくさん来ていた。その中の一人、 C さんに私は急に話しかけられた。 C さんとは面識がある程度の間柄。あのね、ここに来た時からずっと嫌な気配がしててね。いるの。 A さんが。未練がましい人だわ。と、 C さんは嫌悪の表情すら浮かべていた。実は A さんはちょっと癖のある人で、 B さんのように親兄弟のごとく慕う人がいる一方で、反りの合わない人からはとことん嫌われていた。 C さんは後者のようだった。しかし私は霊感ゼロ、生まれてから一度も見えたことはない。そして A さんが亡くなって1年経つが、誰もここで A さんを見たとか言い出す人もいなかったので、まさかそんな話が出てくると思わなくて、そうなんですか？と相槌とも質問とも言えない返事をするのが精一杯だった。すると C さんは、そうなのよ、亡くなってからずっとここにいるみたい、自分がいないとこの職場は回らないって未だに思ってるのよ、とまた冷ややかな口調で言った。その頃、飲み会の中心では、旅立つ B さんが A さんの意思を継いだ仕事がうまくいったことを語りながら、 A さんにも見てほしかったと感極まって涙を流していた。また顔をしかめる C さん。今 A さん、B さんの肩抱いて一緒に泣いてるのよ。B さんは気づいてないみたいね。死んでまでナルシストって最悪。早く成仏すればいいのに。と吐き捨てた。C さんはその後、飲みすぎて気分が悪いからお先に、と B さんに声をかけて早々と立ち去っていった。私は B さんに C さんが言っていたことを話すべきかどうか悩んだが、確たる証拠もないので黙っておくことにした。それ以来 C さんとは会っていない。震災を機に故郷に帰ったという話を聞いたくらい。私も B さんが離れたことでその職場とは疎遠になった。 B さんは新天地で活躍していると聞く。まだ A さんはあそこに留まっているのだろうか。行ったところで見えやしないけど、 A さんが反りの合わない C さんじゃなくて B さんに見えていれば、ちょっといい話だったのになぁ。
と思って、一人でずっとモヤモヤしている。夫の正体。ある日、義理の両親に呼び出され、更新所の調査結果を突きつけられた。そこにはメールや写真、果ては子供の DNA 検査など、いろんな種類の証拠が克明に記されていた。綾乃さんは浮気をしてるから別れなさい。顔が青くなる私を前に、夫は、知ってた、と一言。青天の霹靂だった。だって、私にとって夫は、疑うことを知らない、人がいいだけの男って印象だったから。めんどくさくて家事や育児を押し付けても、疲れてるんなら俺がやるから休んでてって言っちゃうタイプ。途中から疲れてそうな演技をするのもだるくて、日中に出かけるのにもだんだん言い訳をしなくなった。それでもヘラヘラ笑ってるだけだったし、姑が知ってるのなら話が早いと、事務的に今後の話を進めようとすると、夫がそれを遮って、絶対に別れない。夫は両親にきっぱりと言った。子供のことも浮気のことも結婚前から知ってた。私が何をしても好きだから別れる気はない。文句を言うなら絶縁する。両親からは正気に戻れだの、騙されてるだのいろいろ言われたけど、夫は二人のことだから放っておいてくれと私の手を引いて家から出た。なんかテンションが変で、すごく楽しそうだった。なんで笑ってるの？と聞くと、楽しいから、と、怖くなって、怒ってるよね、と聞くと、怒ってないよ。別れた方がいい？と聞くと、だから、別れないって。何をすればいいって聞いても、何もしなくていいってって言うし、私の好きなことをしてほしいから浮気ぐらい好きにしていいって言うもんだから、もしかして夫も同じことをと疑ってみると、俺はしてないよときっぱり。じゃあどういうつもりなんだと詰め寄ると、夫は渋々といった仕草でパソコンを出した。そこには、私の名前をパスワードにしたフォルダーに、隠し撮りした私の写真がずらっと。もちろんそれもゾッとしたんだけど、一番怖かったのは、私が小学生の頃の写真もあったこと。私の家にも同じものがあったから確信してるんだけど、学校行事の写真って学校で撮ってて、後日希望者が枚数分のお金払って買うじゃないですか。確かに夫とは同じ小学校だったけど、学年が違うんだよ。向こうが4歳上。写真自体古いものだったし、どうやって手に入れたのか考えると、ものすごく怖い。固まってる私に、ごめん。引くよね。って夫はヘラヘラ笑いながら言った。好きなのは本当だと前置きした上で、浮気してるのも
子供の親が俺じゃないのも知ってたよ。知ってたけど、好きだから結婚した。好きだから、実は全部知ってるんだって言ったら、どんな顔するのか知りたかった。この写真も別にストーカーってわけじゃないけど、見せつけたらどんな風に反応するかなって、考えるだけでワクワクした。と。だから今は、すごく楽しい、と。なんか、いろんなものがキャパを超えて、泣き出してしまった。そしたら、笑ってる方が好きだけど、泣いてるのも好きだよ。って追い打ちされて、もうなんかダメだって膝から崩れた。しばらく泣いたり怒ったりして過ごしたけど、すごく楽しそうに夫が海外しく世話してくれるもんだから、なんかもう、別れたいけど、私が悪いから誰にも相談できないし、別れようとしたら法的手段でめった打ちにした後で、夫が後から手を差し出してきそうだし、失踪したら草の根分けてでも探されそうで、なんかもう、詰んだ。小関くん、赤ちゃんの頃から中学校2年生くらいまで母子家庭だったけど、小3くらいまでは母の彼氏やら炎上男が数人家に出入りしていて、兄と私が小関くんと呼んでいた40代くらいの太ったおじさんが仲介者の紹介でやってきた。通常おっさんたちは母を目当てにやってきているんだけど、小関くんだけは私目当てにやってきた。当時の私、幼稚園の年長組。仲介者、母、小関くんは母の部屋で話をしていたけど、襖には誰がやったか忘れたけど、メロンが通るくらいの穴が開いているので、私はそこから堂々と覗いて聞いていた。20万くらいか、それ以上のお金を母が受け取り、母は、わかってると思うけど、汚れにはしないでちょうだいね。みたいなことを小関くんに言っていた。仲介者と母は穴から覗いている私を見て手招きをし、私は部屋に入って小関くんと挨拶させられ、よろしくねと言われた。小関くんは土日に私を連れて遠い動物園、遊園地、美術館、牧場、海、スケートなど、いろいろなところへ連れて行ってくれて、ご飯も食べさせてくれた。ただ、毎回行く先々で、絵を描かれた。手はつながれたし、肩車もされたけど、それ以上変なことはされなかった。1年半くらいそんなのが続いたけど、私の誕生日に遊園地に行った時、今までありがとう、元気でね、と言われ、それっきり家に来ることはなくなった。小関くん来ないんだね、とは思ったけど、特に母にも何も聞かなかったけど、それからしばらくして、仲介者が母に、小関くんが亡くなったと話をしていたので、割り込んで、どうして？と聞いたら、
病気で亡くなったんだよ、とだけ言われた。何が衝撃かというと、小関君だけじゃなくて、いろいろなおっさんが数年間出入りしていて、それが私たちは外では話さないけど、あまり重大なことだと受け止めていなくて、我が家では普通の光景で、高学年になるまでやばい家庭だと気がつかなかったことだと思う。あと少し補足を書いていく。母は生まれつき足の障害がありました。手帳は持っていましたが、確か5級で、障害者の補助金みたいなものはもらっていなかったと思います。でも小3までは生活保護をもらっていたはずです。病院にかかるとき、毎回市役所で母が書類を提出して、私たちの医療費が無料になっていて、子供心になんか肩身が狭かったです。小3からは足が悪く精神的にも怪しい母にできる仕事が見つかり、生活保護は終了したと思いますが、それまでの間、おっさんから金銭的援助を受けていたのはやばいですよね。働くようになってからは、中2で再婚相手を連れてくるまで、家におっさんが出入りすることはなくなりました。母は5年前に他界。小関君の絵の行方は分かりませんが、うちにはなかったです。小関君はお父さんと呼ばせたがっていましたが、それは無理と言ったら、そうだよねと笑っていました。あと、君は美人になるから変な男には気をつけてねと何度も言ってきました。今思えば、お前が言うな、ですけどね。ホーリモン。去年の盆前くらいに、祖父が他界したときに、変な話を聞いた。実家で通夜をやるので帰郷したんだが、その夜に喪主でもあるおじさんと昔話の流れで、近所の子供が死んだ時の話が出た。俺が小学校の時なんで、その子がどんな死に方をしたとかは全然覚えていなくて、かろうじてそんなこともあったな、という感覚。でも、おじさんの子供の頃に、近所で全く同じ死に方をした子供がいたらしくて、その時のことを、今でも時々思い出すと言ってた。で、その死に方なんだが、手足がちぎれて、失血死なんだと。それ殺人じゃないの？って聞いたんだけど、結局犯人も見つからないし、文字通り手足がちぎれてるから、とても人間の仕業じゃない。野生の動物かなんかにやられたんだろうってことで決着がついたらしい。そんな動物いるのかな？と思って首をひねってたら、おじさんが昔聞いた同じ死に方をした子供の話もしてくれた。おじさんが小学校に入る前くらいの頃、この辺りはすごいど田舎だったらしく、田んぼの中に家々が並んでるようなところだった。でも、そういう農家の連中とは別に、
何やってるんだかわからないような連中の家もあったらしい。祖父や祖母はそういう家の人たちを放り者って言ってたそうだ。おじさんはまだ子供だったし、ただでさえ人の少ないところだったから、そういう家の子供ともたまに遊んでたんだけど、そうすると決まって祖父や祖母はおじさんに、あそこの子供とは遊ぶな、と怒られたらしい。おじさんもどんな意味かは知らないそうだが、そういう家の見分け方として、軒先に小さい三角形の紙を吊るしてあったんだと。だから、あまりそういう家の子供と遊ぶのは嫌だった、と言っていた。で、おじさんが小学校の高学年くらいの時に、そういう家の女の子が、九段の死に方で亡くなった。それからしばらくその辺りに住んでる家の大人が毎日集まって、夜中まで帰ってこない日が続いたらしい。外に出て遊ぶ子供もいなくなっちゃって、おじさんも祖父や祖母に、しばらく外には行くなって言われたそうだ。結局何日かすると祖父や祖母が夜中まで帰ってこないようなことはなくなったけど、例の放り者の家の人たちが少しずつ変な行動をするようになった。おじさんの話だと、子供が外で遊んでいると常に遠巻きに見つめる。いくつかの田んぼに鶏の足みたいなのが捨てられる。家の前の土がほじくり返される。ってなことがあったらしい。そんなことがあって、近隣の空気がしばらくピリピリしてたある日、近所の子供が重い病気になったそうだ。はじめは体が痛いと泣くだけだったが、そのうちだんだん手足が曲がってきて、とても見てられないくらいになったらしい。医者の診断では、おそらくリウマチだろうと。でも、こんなにひどいのは今まで見たことないと言ってたそうだ。すると、また近所の大人たちが夜に帰ってこなくなった。どうやら子供がなった病気はあの放り者の家の人たちが原因と祖父や祖母たちは考えていたらしい。そんなことが続いた後、放り者の家の人たちは近辺から姿を消してしまって、病気になった子も結局その後すぐ死んでしまったそうだ。おじさんの話はそこで終わり。俺はこの話聞いて気分悪かったんだけど、おじさんが複雑な表情をしてたから、なんか黙ってるしかなかった。結局それ以上の話は聞けなかったし、そんな強烈な事件が近くであったのに、ほとんど覚えてないのも、いまいち腑に落ちないんだよな。なんとなく変な感じはするんだけど、よくわからなくて気持ち悪かった。